組織改革ってとっても難しいですよね。組織を変えようと思っていろいろ試行錯誤してみてもなかなか変革しない、結局元通りに戻ってしまうっていうことよくあるじゃないですか。だけど世の中には組織改革何度やってもうまくいく人、うまくいく組織ってあるわけですよ。これって何かコツがあるんでしょうか？あるんです。皆さん知りたいですよね。皆さんこんにちは。企業の現場に入って目標を絶対達成させるコンサルタント、アタックセールスアソシエイツの横山です。余財管理大学へようこそ。本日のテーマはタックマンモデルで組織改革。タックマンモデルって何です。冒頭お話しした通り、組織改革をする上でどのようなプロセスを頭の中に入れておいたらうまくいくのか、これぜひぜひ知っていただきたいと思うんですよね。組織を変えようと思っている経営者、そして営業マネージャーの皆さん必見の動画です。ぜひ最後までお付き合いください。それでは行きましょう。今回は概要欄でも紹介されているスピーカーデック、図解大学で紹介されているスライドを使いながら皆さんにお話をしていきたいと思います。まずはタックマンモデルって何か、それを簡単にご説明します。心理学者のブルース・タックマンによって1965年に提唱されたチームビルディングに関する考え方とか理論だそうです。タックマンモデルを正しく理解することで組織の現状を客観的に分析することができるわけですね。まあ、4つステップがあるんですけど、そのステップに合った対策を取ることができるようになるわけです。では実際に図解を見て解説していきましょう。まずこの図を見てください。組織形成も組織改革も4つのステップを踏むと書いてありますね。形成期、混乱期、統一期、機能期となってます。形成期と混乱期、混乱期から統一期、統一期から機能期、この間で一体何を気をつけた方がいいのか、そして最後にこの4つのステップの中で一番どこを気をつけたらいいのか、これを解説していきたいと思います。ではそれぞれ4つのステップについて簡単に解説をしていきます。まず1つ目が形成期。組織改革をするぞと決めたら、じゃあ組織メンバーを集めますよね。この時にとても重要なのは、これまでと同じような組織にしない方がいいということです。組織改革に意欲があるようなメンバーを集めて、そしてまず問題の把握をします。でもほとんどの人たちというのは現状維持バイアスかかっているものですから、今までのままでいいんじゃないか、あえて組織を変えることによってうまくいかないこともあるんじゃないか、まあ、こういう意見が出てきたり、いやこれをもっとこう変えていかないとうまくいかないんだみたいな、改革派と保守派みたいな感じで衝突したりしますよね。2つ目のステップで混乱期を迎えます。3つ目のステップは統一期。いろいろ混乱するんだけれども、リーダーがリーダーシップを発揮することによってしっかりと問題解決をしていこうとみんなが決意します。そしてじゃあどうすればいいのか、ルールを統一していって、そしてその後に機能期を迎えるわけですね。自分たちが決めたルールが機能していって、組織が成長ステージに乗っかっていく。ここまでいくとリーダーもすごくストレスから解放されると思います。では一つ一つご紹介していきましょう。まず形成期から混乱期です。形成期の後はメンバーがぶつかり合うステップに突入してきます。この時に健全な衝突というのがあるといいんですよね。みんながみんな後ろ向きだったらいけないじゃないですか。先ほどもお伝えした通り、どうしても保守派と改革派と分かれるものです。ここで健全な意見がぶつかり合うっていうことが重要で、その時に求められるのが心理的安全性であるということです。ある人がこうやるんだからみんな黙れって言ってはいけないわけです。こういうやり方もありますよね。もっとこういうふうにやった方がいいんじゃないですか。みんなが意見を出せるような心理的安全性の高いチームにしていかなくてはなりません。次にこの混乱期を抜け出して統一期に向かうためには、ルールとか基準っていうものを作っていかなくてはなりません。大体これまでって、まあおそらくですよ、曖昧なことが多いですよね。これまでやってきたんだから、まあこんな感じでやっていけばいいんじゃないのと。なんでそれをやってるのかっていうと、いやまあ今までそうだったからみたいな、こういうことありますよね。なので正しい根拠でもってこのようにやっていかなくちゃいけないというふうに、新たな基準とかルールをつけていきます。これだけでは分かりづらいと思いますので、余財管理でお話をしていきたいと思います。余財管理というのは、目標の2倍の余財をあらかじめ仕込んでおいて、目標を絶対達成させる営業マネジメント手法ですね。目標の2倍の余財を仕込む、これはこれまでのルールではなかったかもしれません。ですのでまずこういったルールを決めていく。で、余財というのは見込みと仕掛かりと白地、この3つに分解していく。そして見込みはこういう言葉の定義、仕掛かりはこういう言葉の定義、そして白地はこうだ。じゃあそれぞれのコンバージョン率はどれぐらいが適正なのか、言葉の定義と、そして指標の定義、そしてその指標の具体的な基準みたいなものを決めていくわけです。
そしてルールとか基準が決まったら、じゃあそれをしっかりとマネジメントするための仕組みを導入するっていうことが重要ですよね。まずいのは仕組みを導入してからルールとか基準を決めることです。まず基準とルールが先で、その後にそれに合った仕組みを導入することがとても重要です。そして統一期を迎えたらすぐに機能期に移行するかというと、これがなかなか難しいわけですね。私ども現場に入ってコンサルティングしていますので、よーく分かっています。一旦基準とかルールを決めるんですけれども、それが正しく機能するかどうかはやってみないとわからない。ですので実際にマネジメントサイクル回してみると、この数字はちょっと違うんじゃないか、この指標はちょっと厳しすぎないか、このルールはなくてもいいんじゃないか、新たな基準とかルールを設定した方がいい、こういうことっていっぱいあるわけですね。なので予材管理を導入した後、目標2倍の予材はいい、そしてそれぞれのコンバージョン率、これもいいけれども、コンバージョン率を上げるための新たな指標をさらに追加していかないと、どんなに目標の2倍の予材があったってなかなか達成しないっていうことが分かってきた。じゃあ新たな基準とかルールっていうものを決めていく、そしてその中身はどうするのかっていうことを決めていく。ですので統一期から機能期に移行するまでに、何度も基準とかルールとかをアップデートさせていくことがとても重要なんですよね。これが本当に重要なポイントです。そして先ほどもお伝えした通り、実際に組織改革をするんであれば、現実は4つのステップを行ったり来たりして成長するということが分かると思います。特にポイントは混乱期です。混乱期に心が折れそうになってしまう組織マネージャーとかリーダーがいるんですね。こんなんだったら前の方が良かった、そしてたまたま状況が良くなったりすると、あえてこのタイミングで組織を変える必要がないんじゃないかって誰か言い出しちゃったりすると、まあそうかもしれないねと、こうなっていくわけですよね。混乱期になるとみんなとてもストレスがかかるので、元に戻りたくなるんですよ。ですけれども混乱期を楽しむことがとても重要なんです。これは私どもの経験で分かっていることだし、いろんな書籍にも書かれています。ぜひぜひここは押さえておいてください。それではもう一度組織改革をする上でのタックマンモデルをおさらいしていきましょう。組織形成も組織改革も4つのステップを踏む、これがタックマンモデルです。形成期、混乱期、統一期、機能期です。形成期の後はメンバーがぶつかり合うステップに突入します。この時には心理的安全性が求められます。次のステップでは新たな基準、ルールが作られることで組織が一つになります。そして統一期から機能期では、あるべき姿に達するまで何度も基準やルールを変化させることがとても重要です。まとめるとタックマンモデルというのは、形成期、混乱期、統一期、機能期、この4つにステップは分解されていて、そして最も重要なポイントは混乱期である。この混乱期をいかに組織のマネージャーは楽しむことができるのか、客観視することができるのか、これが決め手であるということです。組織改革を成功させるには4つのステップを行き来させてください。いかがだったでしょう。今回のタックマンモデル非常に参考になると思うんですよね。先ほども図解を示してお話した通り、混乱期に突入するとすごくストレスがたまります。マネージャーはもちろん、メンバー全員もそうなんですけど、これを抜け出していく、後ろに下がるんじゃなくって前に進んでいって抜け出すっていうことをしっかりやってください。そうでないとリーダーとは呼べません。ちなみに途中でご紹介した予材管理についてご興味を持ったあなた、概要欄で紹介されている3つの資料、ぜひ今すぐ無料でダウンロードしてみてください。今回の動画はいかがだったでしょう。ぜひ皆さんにはこの予材管理大学に入学していただきたいと思います。入学方法は簡単です。この YouTube チャンネルに登録するだけ。そしてこの動画参考になった、気に入ったという方はいいね、高評価ボタンもよろしくお願いします。また皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。